ご乗車ありがとうございます。ただいまから切符の拝見をいたしますので、お手元に切符のご用意をお願いいたします。お客様、お客様、切符を拝見させてください。じゃあまた後でお伺いしますね。ご了承ありがとうございます。あ、すいません、三河安城からなんですけど、ちょっと急いでて切符買えてないんですよ。あれ、車内で眠られてたお客様ですよね。え、さっき車掌から連絡があって、新大阪から乗られててずっと眠られてたので、切符の拝見ができなかったと連絡があったんですよ。え、不正乗車ですよ。ちょっとお客様、得意のタヌキネイルやめてくださいよ。あ、すいません、ちょっと寝不足なんですよ。話そらさないでくださいよ、警察呼びますよ。そんな万能じゃねえぞ。あ、ちょっとおまわりさん。いや、ちょっとちょっと、払います。一番前の車両、女性専用車両となっております。ご協力をお願いいたします。ここ女性専用なんだ。なんだかんだ初めて乗るな。ちょっと香水きついんだけど。嫌なら隣の車両行きなさいよ。え、いや、なんでもないです。何よ、何か痛そうね。いや、大丈夫です、もう次で降りるんで。大丈夫ですよって何なのよ。あんたちゃんと会話しなさいよ。あの、ちょっと香水の匂いきついと思いますよ。まあ、失礼な小娘ね。あんたはまだ香水の香りってのが分かんないんでしょうね。え、これ普通っていうなら私分かんなくていいです。じゃあ私ここで降りるんで失礼します。あぶねえ、間に合った。あら、いい男。え、待って、ここ女性専用車両。そうよ。あ、皆さん失礼いたしました。あ、おばさん、ちょっといいですか。おばさん、私のこと。もしかしたら香水きついかもしれないですね。そうなの。与党だ、この風呂にありったけ入れろ。早くしろ、撃つぞ。あ、はい。金じゃない、切符だ。あ、切符なんですか。そうだ、だから駅に来たんだろ。金なら銀行へ行く。わかりました。安い切符ばっか入れてんじゃねえ、不倫券を入れろ。あ、わかりました。できれば富士山の見える席で。結構こだわるんですね。あと定期券もだ。定期だと個人情報が必要なんですが。たくあん太郎、電話番号080555。いや、すぐバレちゃいますよ。いいなら作りますけど。いいから早くしろ。区間は豊橋から三河安城だ。結構短い距離だ。あ、わかりました。よし、警察には通報するなよ。はい。はい、OK でーす。まあ、もしもの時はね、こんな感じで対応してくださいね。ちょっと瀬下さん、途中変なこと言うのやめてくださいよ。いや、グリーンだったら普通富士山側だろう。そんなこだわりいらないんですよ。まあ、こんなことがないのが一番ですけどね。